The concept of stay and ride is to offer a more whole, rounded experience. I think a bike tour and trip is a fantastic way to see a new place. But we really wanted to offer the guests a chance to celebrate that sense of satisfaction that you get from finishing a ride and have a nice meal together and a drink. That experience as a whole is kind of the core of stay and ride, and then waking up the next day and having breakfast together and doing it all again. チコの町には初めてではなくて、これまでも何度か来たことがあったんですけど、私の知ってたチコと違って、その知らなかった、このツアーじゃなかったら出会えなかった場所とか人であるとか、食もそうだし、ただ自転車に乗るだけじゃないディープな観光になりました。私は自転車が初めてだったので、初心者でもいいよって言ってくださったの近くの方であるとか、一人じゃないみんながいるから、この距離とあの高低差を走れたんだなっていう感想。サイクリングそんなにいつも走られてる方ばかりじゃなくって、今回初めてという方で、同じようなレベルの方でなんかワイワイ楽しく登ってこれたので、励まし合いながら頑張れたので、それもまた楽しかったです。今回地元のガイドの方に案内いただいて、新しい体験がたくさんできたので、今度また家族と一緒に子どもたちも連れて栗農家さんの体験とかもしてみたいと思います。普段ここでは交流できない人たちと交流させてもらえて楽しかったっていうのが、率直な感想ですね。私たちやっぱり強みというのが、農家やってて栗とあと料理のこの2本の軸なので、それをこの石畳の私たちの暮らしているこの地域で実際にこの景色を見ながら食べていただいたりとか、だいたい車で皆さんいらっしゃる場所なんで、今日みたいなステイ&ライドの人たちみたいに自転車でこう上がってきていただいたら、今まで気づかなかった景色とか空気感とかこの香りとか、すごく楽しんでいただけるんじゃないかなって。もっと広く知っていただいて、で石畳の良さをもうちょっと広めていただけたらいいのかなと。ステイ&ライドを終えてみて、思った以上に参加者さん同士の距離が近づくスピードが速かったなというふうに感じました。でみんなが一つのチームになって、感動だったり大変なことだったりっていうのを共有する瞬間がすごく素敵だったなと思いました。であとよく言ってたのは、みんなと一緒だから頑張れるっていう感想は多かったかなと思います。なんか例えば一人で湯気神社までの地図見ても、また今度乗ろうって思うかもしれないけど、みんなで乗ったから頑張って一番上まで行けたっていう、なんかスペシャルな特別な力が働いたっていうのはすごく良かったんじゃないかなと思います。